ヨーロッパで展示され話題を集めたミノ焼キと、ミノワシを使った花見越しを紹介する催しを県庁で行っています。県庁1階ギャラリー岐阜には、昨年秋にハンガリーのヘレンド磁気博物館で開いたミノ焼キ展の展示品の中から、およそ60点を紹介しています。人間国宝による陶芸作品から家庭用の食器まで様々な様式が並び、ミノ焼キが幅広い用途に用いられていることがわかります。 会場内で一際目を引くのが高さ3メートル直径5メートルの大きな花のオブジェの展示ですこれは毎年4月に美濃祭りで市街地に繰り出す花見越しの屋根に飾られている花をイメージしてイギリスロンドンの国立ビクトリアアルバート博物館で展示したものを再現しましたこれ今私手元に持っておりますけれども和紙をですねこのように。 四隅だけピンク色に染めまして、そしてこよりを通して細い竹に巻いてある、大人みこしですと、300本ほどこう飾りまして、ですね当日は壮観な姿をしております。おみこしもですね、15基あたりがうだつの町並みをこう練り歩く様は、本当に壮観で,です、ね、で子どもみこしも一緒に出てくるもんですから、非常にまあ、 雰囲気がいいお祭りになっていると思います今年のみの祭りは4月の13日土曜日に開催されますぜひ皆さん実物を見に来てください見に来てくださいまた会場には今年10月に岐阜県で開催する清流の国岐阜文化祭2024に向けて前回開催の石川県から昨年11月に引き継いだ国民文化祭の大会期を合わせて展示しています企画展 美の焼と花見子支店は岐阜県庁1階のギャラリー岐阜で3月22日まで開催しています。入場は無料です。